はい、ということで本日はアットジャムパーティーボリューム4一部どうでしたか？ありがとうございます。ありがとうございます。それでは一組ずつライブの感想を聞いていきましょう。はい、私たちはちみつエンペラーは今日岐阜から来たんですけど、私たちみたいなこんな田舎者みたいな感じなんですけど、こんな私たちを皆さん温かい目で見守っていただき、受け入れていただき本当にありがとうございます。そして素晴らしい演者様の中をウェルカムアクトとして私たちはちみつエンペラー出演させていただき本当に嬉しく思います。2部も出演しますのでよろしくお願いします。そして物販では皆様に感謝の気持ちを込めて無料ハイタッチを行わせていただきますので、皆さんぜひぜひ私たちのところにも遊びに来てください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。はいはい、すごくなんでみんな笑うの？すごく熱くて熱いライブだったんですけど、チャーもすごい熱くてポケットから飛び出しちゃうぐらい熱かったライブで、すごい楽しかったです。ありがとう、後ろまで盛り上がってくれてすごい嬉しかったです。ありがとうございます。一部が終わりました。楽しかったですか皆さん？やった、私たちも楽しかったね。夏っぽいライブになりましたよね、室内ですけど、よかったそう、皆さんもっと一緒に暖かくなれてすごくいいライブができたと思います。あ、まだまだ2部も続くので皆さん来ますか？あ、やった、満員だ。ありがとうございます。2部もよろしくお願いします。私たちフェスティブのことを今日はあんまり見たことないよとか初めて見たって方も多かったと思うんですけど、たくさん盛り上がってくれて嬉しかったです。自分も盛り上がっていきましょう。ありがとうございました。わっしょーい。はい、今回のライブはアイスにとって2回目の対バンライブだったので、初めましての方がとても多くて、すごくアウェーなんじゃないかなってすごく不安でした。でも皆さんがクラップしてくださったり、はいはいはいってやってくださって、とても嬉しかったです。ありがとうございました。でも私たちはもっと皆さんのことを盛り上げられるようにこれからも頑張ります。アイスの応援よろしくお願いします。はい、ということでですね、アットジャムではこれからも今後もいろいろ楽しい企画をいっぱい考えてお届けしてまいります。はい、9月の24、25日の2日間幕張メッセでアットジャムナタリーエキスポ2016が開催されます。そこに私たちフェスティブが出演するのでぜひチェックしてください。それでは残念ながら本日はこれにて終了となります。以上、はちみつエンペラーと私たちベボカこと虹のコンキスタドール木組こと間違えと私たち虹のコンキスタドール